おはようございます。おはようございます。グランピーです。です。さあ、いよいよ始まりました、グラベルバイクで未知の道を走りに行こうということで、今年になってからですね、あの日曜日のモーニングライドに実はですね、ちょっと、新しく追加されたのがこの遺跡巡りでございます。で、いろんなところをですね、身近なところを再度こう見つけていくことで楽しもうと。で、そんな時にはグラベルバイクが結構いいですよというような感じでございます。で、今日はチャプター2の青、村上くんの自転車グラベルロードですね、はい、で、マウントコーヒースタンドの和田さん、グラベルロードのコナローブ ST、はいはい、で僕が、シグのランド、最近ちょっとタイヤをオフロード仕様に改造して、まあ、これもグラベルロードと言っていいでしょうという3台で、巡ってるというところです。さあ、で、記念すべき最初のポイントですね。今日何箇所か行くんですけど、グランピーから最も近い湧き水が湧く場所があったんで、そこに今到着しました。ここですか？ここです、高田霊仙寺名水という名水がありまして、はい、こちらです。意外とちっちゃいちっちゃいですねそうです。なんかもともとはですね、この奥にちゃんと湧いてるところがあったみたいなんですけど、そこが今一応なくなってしまって、でその代わりに今ここにあるらしいです。で、まあ、残念なことに今蛇口ひねってみたんですけど、出ないですね出なかったです、はい、出なかったので、まあそういうこともあるやろうなということです。まあ、はい、近くにですね、こういうところがあるよというのを、知れることの方が、まあ、楽しいかなと思います。はい、旅にトラブルはつきものという、トラブルはつきものです。で、まあこんな感じで普段は行かないような場所、まあ一級品の、宮島とかですね、平和公園とか、そういう、観光スポットではないローカルなスポットにちょっと焦点を当ててですね、グラベルロードでちょっと楽しんでいこうやというのが、今回のモーニングライドになります。はい、ということで、では次のスポットですね、今日は何箇所か回りますんで早速、はい、移動しようと思います。ちなみにメインスポットはどんなところになるんですか？あ、今日のですね、一番メインスポットが弥生土器遺跡という、弥生土器が発掘された遺跡があるようです。道中ちょっと荒れてるかもしれない、やっぱグラベルロードが生きてくるかな。今日は探検冒険でございますね。探検にはグラベルでしょう。グラベルがいいと思います。はい、では楽しんでいきましょう。はい、はい、では出発。出発進行。進行。さっきコンビニで休憩してる時に、マップを見たらですね、なんと滝がですね行く道をちょっとこう左にそれたぐらいで、あるということが分かりまして、急遽そこも立ち寄ることにしました。果たして滝はあるのでしょうか？そこはちゃんと滝の水が流れているんでしょうか？流れているんでしょうか、こんな近くに滝があるっていうのは知らなかったんで、ちょっと楽しみです。面白そうですね。はい、行ってみますか。行ってみましょう。おお、いいやん、これ。おお、いい感じ。いいですね、ほら。この先に滝があるんですね。この先が滝です。はい、撮ってるっす。撮ってますよ。よーし、準備はいいですか？はい。はい、撮ってみします。よいしょー。よーし。よーし。おお、すげえ。わ、めっちゃいいな、ここ。はい、キャンプできる。あ、ダメだ。ああ、終わった。よいしょ。ああ、お、おお。ダンケです。はい。さすがにここ飲んだしかないから。冒険感ありますよ、これ。おりゃ、ワクワクしますね。ワクワクします。おお。
うわすごい。はい、到着しました。はい、ここは滝スポットですか。はい、さっき見つけた滝スポット滝の観音でございます。いやすごい立派です。いやすごい びっくりしたんです。あの途中から本当苔の生えたグラベルになって、はい、今ちょっと担いで上がってきたとこですよ。すごい、はい、さあこの滝の観音は、観世音菩薩で下中地区の人々が管理しているということでございます。昔はその石打ちっていうところから西区の草津っていうところへ行く最短ルートやってるようです。でどうやらこの近く本尊の横に高さ8メートルの滝があると、夏でも涼しく過ごせますということで、ちょっと滝探しに行ってみましょうか。行きましょう、はい、ではこちらでございます。多分こっちでございます。そう、多分こっち、ね、音がするんで音のする方へ。8メーターの滝って結構ですよ。8メーター大きい方なんですか。大きいんじゃないですかね。あ、あった、早速ありました。あ、あれか、あれですあれが観音の滝です。おあれ、マジで滝やん。しっかりしっかりしてますね。これどうなんでしょうか、この水は美味しいんでしょうか飲めるんでしょうか、飲めるんでしょうかちょっとどん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 いくクリアです。はい、クリア。あ、クリアですか OK 出ました。いい、お飲めるかどうかは分かりませんが非常にクリアです。近くにこんな場所があるんや。マイナスイオンをちょっと感じる。そうですね、はい、ちょっと打たれたい打たれたい、ちょっと悲しい感じに打たれるようになりますね。下下下下みたいな夏は涼しいですね、ここ、これすごいな、絶壁みたいな、こう、今度みんなついてこいさあ、ちょっとここで休憩しまして、次はですね、いよいよメインスポットの方に向いて直進していきます、はい、弥生土器跡。その途中には、マウンテンバイクコースのアドバンスパークというところがございますので、その通りを通って、遺跡へ参ると。果たしてこの先何が待っているんでしょうか。さて無事にたどり着けるでしょうか無事にたどり着けるんでしょうか。行きましょう。ですね、予想していた通りと言えばそうなんですけど、関係にはですね、はい、まず上り、ヒルクライム、で、ダート、で、グラベル、ありきっすね。目的地の弥生土器遺跡は、この坂の最後にあるみたいです。いい感じで、ちょっと、路面もがたついてきたんで、これはもうグラベルロードのもんじゃないですかね。はい、和田さんが大丈夫だな。和田さん、和田さん、もう休憩もうちょっとです。もうちょい。はい。もうちょいや。よし。あっという間に田舎道ですね。いや、ほんまよ。さっきまで住宅街におったのに。ほんまよ。いや、来たことないから、ここら辺がどんなところなのか、すごい。知らないんで。それがまた楽しいっすよねほんまにめっちゃワクワクしてるいやいいっすね。
マジもうトレイルの入り口めっちゃ見つけた。お、なんか看板がありますよ、あそこに。はい。あれは何でしょうか。これか。いや、これじゃないですか。違うようです。違うとこ。あ、これは鈴鉱昭和町という看板がありました。あ、お疲れ様です。ノトロにも今も眠る鉱脈。これタイちゃん好きそうですね。好きそう。鉱山やったと。あ、5名ほどで大正時代に採掘されとって、いや、アヒ酸の公害の恐れがあったので、まあなんてらかんてらで廃鉱になったと。採掘鉱の跡や坑道、石造りの窯があると。鉱脈がこの先にあって害の恐れがあったからなくなっちゃったと、いうことらしいです。まだ弥生土器遺跡はまだです。まだこの先にありますね。はい、はい、この道を行ったらあるんですか。この道を行ったらあるはずです。おお、だからここから先は生きてくるっすね、このタイヤが。ちょっと荒れてますね。ちょっと荒れてる。ちょっと荒れ気味です。よし、もうすぐなんでここからは本気でいきます。いよいよ、はい、近づいてきました。はい、まあまあこの枝とかちょっとあれですよね、厄介ですよね。そうですね、ちょっとタイヤ滑る。草から突然出てきたりするんで。ああ、この看板がありますよ。ついに来たか。あれは、あれはどんなの看板でしょう。来た、来ました。来ました、到着しました。ここです。おお、これが弥生土器遺跡です。到着。ああ、嬉しい。到着したわけですよ。到着。はい、これです。弥生土器遺跡、もう間違いありません。お、弥生時代の1800年前のですね、あのほぼ原型のままの亀と亀のかけらが出土したという場所になります。この亀は煮炊きするために日常使用する土器で、すすの跡があると。弥生時代人口が増加したためここにも移住してきたと。この能登というところですね。というのがここから出たということでございます。お、昔ここに住んでたっていうことですかね。探索してみますか。はい、はい、行きましょう。行きましょう。うわぁ、ちょっとひっつき虫が、やっぱ探検にはひっつき虫あり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 って、ありありあのよくあることなんで、やっぱこういうシャカシャカしたタイプの方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、こっちだったらつかないですね。全然バリバリついてます。バリバリついてるね。さあ、ここが土器がなんか出たらしいんですけど、はい、なんでここに土器が出たかを僕なりに考えてみたんですけど、はい、やっぱりこの川があるっていうのがでかいんじゃないかなと。あ、川の近くがポイントですか。はい、なんかそこで煮炊きとか食器洗いをしとってそのまま忘れて埋まっちゃったとか、そんなんかな。なんかこう川沿いにはよくこう生活した跡があるって言うんで、はい、まあ、それの一つなんかなと、思いました。ひとまず探索したらくっつき虫がくっついたっていうぐらいですね。なんか土器遺跡っぽい感じはあんまりないですね。ここあんまりないですね。突然発掘されたってすごいなと。うん、こういうとこが多いんですかね。どうなんですかね。でも1800年経ったからもう地形が変わってるかもしれないですね、もう完全に。あ、でもさっき鉱脈の入り口を見つけたんで。確かに、あれびっくりしたっすね。あれなんかまんま残ってる感じしましたね。いや、そうそう、だからあの洞窟探検が好きな人とかこう入っていきそうですよね。もうこれぐらいなんですよ、入り口が。ちっちゃかったですね。こうやって入っていくぐらいじゃないとなかなかこうさあ入ろうっていう気になれない。当時のサイズ、日本人のサイズ感なんですかね。あ、ちょっと身長が低かった時のあれなのかな、はい、あっちの方にもなんか
石畳じゃないわ。何や、石積みがあるんで、あれ、なんだろうな。こう土砂が崩れてくるのを防いでるのか、なんか元々家があったのか、わかんないですけど。これ、あれじゃないですか。これお茶にできるやつじゃないですか。この豆。これ？あれ？これ、お茶にできるやつでしたっけ？これ、お茶にできる、これ豆じゃなかったかな。ああ、額が足りないっす。これ、たけちゃんの食べれる野草の本とかに載ってたりする。載ってたかもしれない。なんか豆が載ってたんで、それの形にすごい似てるんですよね。豆茶。なるほど。ちょっと調べてみましょうか。調べたところでここまで取りに来ないけんすけどね。まあ1個持って帰ろう。調べましょう。これちょっと帰って調べます。遺跡にあったこの植物、はい、何かあの重大なあの重大なヒントが得られるかもしれない。得られるかもしれない。これを昔の人は飲んでたかもしれないです。はい、ひょんなところから発見が生まれますからね。そうなんです、ということです。ちょっとあの、はい、上の方にも行ってみますか。はい、行ってみましょう。はい、一番空気が変わるのがあのここに来た感があっていいですね。あ、そうですね、確かに。こうパリッとする。はい、なんか心なしか体が元気になる。はい、やよいと奇跡。上の方、登山道はありますね。登山道、登山道って書いてます。あら、こっから先なんか地図を見たら行き止まりやったんですよ。はい、でその弥生遺跡が最終地点やったんですけど、 Google マップであのストリートビュー見てもここまでしかなかったんで、この先分かんないんですよね。お、登山道って何やろ。でもまだ舗装されてる道は続いてますね。ちょっと木が邪魔して奥が全然見えないです。この辺とかもなんかあったんか。なんかあったかもしれんね。なんか石がすごい。なんでこんなあんねやろ。石ころ大量ですよ。土じゃなくてなんで石なんやろここ。なんで？めっちゃついてるじゃん。シャカシャカパンツもつきます。あ、ついてますね。みんなひっついてますね。はい、ちょろっとこの先行ってみていいですか。多分もうすぐ行き止まりやいいなと思うんですけど。こういうあの側道にいい植物があったりするんですよ。植物？あのドライフラワーとか、お、ドライフラワーとか家にこう飾ってるんですけど、はい、そのドライフラワーにこう使えそうなあの植物がこうピョッと生えとったりするんですよ。こういうやつよ。こんなん見たことないですか？このお花屋さんとかでこういうやつ。あー、見たことあるですよ。あのドライフラワーでこう使う飾りとしてある。こういうの、好きなんですよ。あ、これ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 松ぼっくりですか。いや、違うんじゃないですか。ちっちゃい松ぼっくりみたいな。こういうのをよく持って帰るんですよ。インテリアにするんですか。インテリアに、はい。インテリアでもうあの何こうしなってなったり飽きてきたら焚き火にするっていう。これあ、でもまだあるで。何マジで。お、登山道とか。え、
結構ありますね。結構ある。あ、すごい、ここいいかもしれん。多分あそこ車が止まってるってことは登山する人が来てるんですよね、うん、で登山道ってめっちゃ書いてるんで、これはどこの山に行くんやろ。めっちゃ茂ってますけど、これな、今日僕このまま行きたいんですけど、こうタイムに余裕があれば、リミットがなければ、タイムリミットがなければ僕はもうこのまま行きます。気になるな、この先向かい山、今ここかな。ああ結構景色がいい。お、景色がいい場所です。あれ、さっきの豆どっか行っちゃったっす。豆消えた。あったあった。よし。いや、今度はここちょっとトレッキングで来ようかな。いいっすね。未知の道の先にはさらにある未知の道がありました。遺跡を探掘する楽しさって。魅力ってあるんですか、どういうところが。ありますよ。まずここに普通来ないです。ああ来ないですね、はい、だからなんかこう遠くに旅行に行った時に、ああなんかこうワクワクするじゃないですか、はい、でもそこに行くまでにはやっぱりコストもかかるし時間もかかるわけですよ、はい、でもこういう遺跡をあえて巡ってみるってなると、自分の住んでる地域にどんなものがあったのかとか、どんな歴史があるのかって再発見できるのと、普段行かないところなんでワクワク感がいきなり現れるんですよね。あ、だからコスパもいい、時間もかからない、しかも地域に詳しくなるっていう、だからそれやと思います。確かに目的地以外にもさっき道中に洞窟あったし。そうなんですよ、全然Google マップで見るのとちゃうんですよ、やっぱり。あ、おっちゃん、Google マップで見たらスポットしか載ってないんですけど、その道中が面白いんですよ、うん、だからその全部楽しいですね。ついても楽しいし、途中のグラベルもトレイルみたいなところも入って楽しいし、こう、ね、写真撮るの楽しいし。そうですね、こんな道発見するのもいいし、この植物発見するのもいいし、うん、やばいっすわ、めっちゃ楽しいっす今日は。満喫しますね。満喫します。よかったです。いい朝ですね。いい朝です。続編がありますね。続編はありますよ、もちろん。次はどこ行こうかな。結構ですね、動画というかポッドキャストとか動画とか、お客さんに探索するんですって言ったら、めちゃめちゃスポット教えてくれてですね、僕の Google マップはえらいことになってます。行きたいスポットがたくさんあって、なんでそれを一個一個回っていこうと思います。はい、はい、ということですございます。じゃあそろそろタイムリミットが近づいてきてるので、U ターンしましょうか。はい、はい、ちなみにですね、今日回っているところは Google マップのスポットを概要欄に貼ってますんで、ぜひそちらをですね、見て行ってみてください。結構いいですよ。はい、なんかこの周り結構多いんですよね。結構多いですね。遺跡、城跡で水晶が出るところ。うん、水晶。ちょっと面白そうなところが。でしょ。そこ行きたいんですよ。行きたいけど今日行けるかちょっと微妙なところなんで、まあまた次に、次かな。ぜひ見てみてください。行ける人は行ってみてもいいですね。いや、いいと思いますよ、うん、県外から来られた人もぜひそこ行ってみてください。広島の濃いところが分かると思います、うん、はい、という感じです。はい、では、はい、帰りましょう。帰りましょう。